こんにちは、デリシキッチンです。ポークジンジャーを作っていきます。まず玉ねぎ1/2個をすりおろしていきます。そこに醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ1、蜂蜜大さじ1、生姜チューブ小さじ2、にんにくチューブ小さじ1、水大さじ1を加えてよく混ぜていきます。次に豚肩ロース 300g を塩コショウをして下味をつけていきます。そしたら小麦粉適量を先ほどの豚肉にまんべんなくまぶしていきます。フライパンにサラダ油大さじ1を引いたら焼き色がつくまで焼いていきましょう。酒大さじ1を加えて蓋をして1分蒸し焼きしていきます。余分な油を拭き取ったらタレをかけていきます。豚肉と絡めたら豚肉を取り出し、タレを煮詰めたら完成です。いかがだったでしょうか。以上、デリシキッチンでした。